近くで、顎が高いっていう時は、右上に上げて、左下に落とす。まあ、カット打ちですね。まっすぐからの、まっすぐで、はい、ちょっと斜め右上に上げて、左下に下ろす。さあ、始まりました。J. L. P. G. A. オフィシャルチャンネル、ティーチングプロの岸辺花子です。はい、じゃあ今回また、藤井千原ゴルフクラブの十番ホールの。 今バンカーに来ております。はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。で今回はまあアマチュアの方ってこうバンカー、えー、まあとりあえず出すことはできるけど高く上げるとか止めるとかまあそういったことにまあ次のステップで悩む方が多くてで今こうやや顎が高いバンカーで。 でピンも結構近いので、はい、まあ止めていかないといけないようなシチュエーションだと思うんですけど、はい、まあここでちょっと今回、まあ、テーマとしては高く上げて止まってくれるような、あんまりこうランが出ないようなバンカーショットっいうのを教えていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあその極意というか、はいえー、ポイントを教えていただきたいと思います。まず使うクラブですけど、五十八とか六十度とかフェースが開いているものを選択するといいと思います。はい。 で普段のバンカーの軌道とちょっと高さを出して止めたいっていう軌道って若干ちょっと違ってくるのでその軌道を今日は説明したいいと思います、はい、で普通の時っていうのはまあ、ピンに対してまっすぐ、まっすぐってまっすぐ上げてまっすぐ下ろす感じで全然いいと思うんですけどこう近くで顎が高いっていう時は軌道としては右上に上げて左下に落とす。まあ カット打ちですねカット打ちをしてあげることによってボールが高く上がってスピンがかかる状態になるのでそこを今日は線を引いてイメージを出してやっていきたいと思いますじゃあ打ってみますボールの位置は真ん中でいいと思いますで、カット打ちをしたいので少しオープンスタンスですね右足をちょっと前に出してあげるとより打ちやすいですはい。 一緒。はい。<laughs> <laughs> ちょっと細かくその、はい、このカメラでまず普通の、えー、そのまあ線通りというか、はい、通常のショットの場合の、まあ、構えだったり教えていただきたくて。はい、で通常の時はフェイスの開き具合ってだいたいどれぐらいですか。はい、普通の時はまああのこのぐらいです。あじゃあそんなにこうスクエアぐらいですいやや開くぐらいで。はい、ほとんど開いてないは状態。はい で距離を出したければフェースは普通で、はい、で距離を出したくない時はフェースを開いてあげるといいいと思います今回その高さを出していくような、はいえー、場合なんですけどそういった場合はそういった場合は軌道は普通の時はまっすぐからのまっすぐで全然問題ないと思うんですけど、はいはい、カットしてスピンをかけたいってことなのでフェースを開いてちょっと斜め右上に上げて。 左下に下ろす意識でやってあげるといいと思いますこれはあんまりスタンスとか足の向きとか、はい、そういうのは変わらないような感じですかそうですねバンカーの時はどっちにしろカット打ちは入ってくるので距離とかっていうよりは基本的にオープンスタンスがいいと思いますうん、うん、でボールの位置は真ん中でそれもあまり変えずに全部わかりましたはいはいじゃあ今回また岸辺花子プロにバンカーについて教えていただいたんですけど、まあ、前回の石坂プロの動画は 基本的なバンカーの出し方っていうところで,で今回は高く上げて止めていくような実際こう本当1回きりで見事なショットを見せていただいたんですけどすごく分かりやすい。 バンカーショットを教えていただきました。で、まあ、今回のシリーズ飛距離であったり、ラウンド前の練習方法であったり、まあ、いろんなこう動画っていうのを作っているので、まあ、視聴者の方、このバンカーだけじゃなくてえいろんなものを見ていただけたらと思います。最後なんか岸辺プロからメッセージだったり、なんかあったりしますか？ いろんな動画を配信してますので皆さんあのご覧になって少しでも参考になっていただければと思いますはい、はい、じゃ今回、えー、たくさん動画、えー、出ているのでたくさんご協力いただいてキシベプロありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いしますありがとうございました